ジョブズから学ぶコネクティングザドッツシナジー。7分間で選ばれるビジネスが見えてくるチャンストゥーチャレンジ、中島誠二のビジタスセブンということで、今回のテーマはジョブズから学ぶコネクティングザドッツシナジーということで、スティーブ・ジョブズ、まあ実はスティーブ・ジョブズは1955年の生まれなんですね。それも2月、私は1955年の1月なんです。ジョブズと同い年、まあ近所にいたら同級生っていう感じなんですが、まあ功績はだいぶ違いますね。今アップル社は、時価総額1兆数千ドルと、ですから100兆円を超しているっていうことなんですね。まあ同い年でも差はつくもんです。ただですよ、もうジョブズは残念ながらお亡くなりになったと。私はまだ生きている、僕の方が可能性はある。いや、こんな話皆さん聞きたくないですよね。それでは中身に入りたいと思います。コネクティングザドッツシナジー、すなわちジョブズはご存知だと思うんですが、あのスタンフォード大学の卒業式でこのコネクティングザドッツという、まあ、ステイハングリーステイフィリッシュというこんなキーワードも残したんですが、私が非常に着目しているのはこのコネクティングザドッツです。すなわち点と点を結べっていう話なんですが、さてこれはちょっとタイトル画面でちょっと重要な画面なんですが、少し話は変わります。スティーブ・ジョブズ、こんなに本屋行ってますといろんなジョブズの本が出てますね。私と同い年とは見えないぐらいの、まあ、起業家であり、またこう自分の将来を、また未来をしっかり実現した人ということは言えると思います。さてそこでなんですが、実はジョブズのコネクティング・ザ・ドッツとこのキーワードに近いことを、まあ7、8年前ですかね、もっと前かもしれないですね。相乗効果はチャレンジの事情に比例する、すなわちいろんなこうチャレンジをすれば、その2つすれば2にがの4の4の相乗効果が起こるっていう話なんです。3つすればサザンガの9になると。ですから1個しかしない人はイン1がの1で、相乗効果も1でしかないと。すなわちいろいろなこう自分の専門分野を突き詰めていくっていう、その専門分野がいくつか広がれば広がるほど、その相乗効果はその倍々に掛け算で増えていくっていう話なんですね。さてこれが先ほど言いました 7,8 年前に私が作っていたとこです。このところを読んだ本には100万人に1人の存在になる方法、あの義務教育で、一番最初にこう校長になった人、まあ、民間の校長としてっていう人が書いてる藤原和弘さんの本なんですが、ここにもその掛け算の話が書いてあります。そして橋本さんご存知ですよね。この本も読んだら、ね、やっぱりこう似たような、やっぱりこう自分が専門分野をいくつか持ってることがすごいこうその先に役に立つぞと。だから橋本さんの場合はご存知のように弁護士でありながら、そして市長になり、そしてまあテレビタレントでもあって、そして府知事になり、今順番違ってたかな、で結果的には今それだけの実績があるんで、まあいろんなとこから声がかかるようになってる。さてここでチャンストゥーチャレンジ。さてついにこの画面に行きましたね。ジョブズになってます、ジョブズになってます。ジョブズの場合はここにこうちらっと下の方に書いてあるんですが、皆さん見えますかね。起業家、まず当然こう普通の人以上に起業家として、もう絶対俺は起業家になるんだというか、会社を作るんだというその意欲も高い。そしてご存知のように、あのスタンフォード大学のあのスピーチで話してたことなんですが、自分は一度大学を辞めた、辞めた割にはカリグラフィーの授業だけには非常に興味があって、その後通ったわけなんですね。ですからクリエイティブであるとか美しいものに対してそれを突き詰めようという意識があった。そしてパソコン作りに対する、これからパーソナルコンピューターの時代だっていうことで、もうそこにこう、ね、ぐっとこう集中してやっていく。そしてまあアップルを作るわけなんですが、マッキントッシュができるわけなんですね。でアップルができるんですが、ご存知のように、あれはね、
ペプシコーラの社長、元社長を連れてきて、そしてこうアップルをこう任せようとするんですが、その人間に追い出されることになるね。じゃあ追い出されてしょうがねえやってどうしたかというと、まあ、実は NEXT という会社、これは OS の会社をこう、ね、コンピューターの会社をやっぱり作り、そして、Pixar というあのトイストーリーを作った、その動画アニメーションの会社も作り、結果今何言いたいか、この起業家であってカリグラフィーデザインに対する興味でマッキントッシュを作った、でこれだけでもアップルというね、マッキントッシュを作ったその会社になるんですが、その後に今度は追い出されたとしてもアニメーションの動画を作る、ネクストも作る、結果そのおかげでまたジョブズはアップルが買収することによって結果ジョブズが返り咲くんですよ。さあここなんですね、面白い。こう結果いろんな専門分野をやってやってまたやったことが今のその1兆ドルを超す時価総額のアップルになってくっていうことなんですね。ですからこのコネクティング・ザ・ドッツシナジーっていうのはまさにこう点と点をつなぐと、それも掛け算になるぞと、まあこれは100分の1人になるね、また100分の1人になる、だからある一つの専門分野で100分の1になり、そしてまた次なる専門分野で1人になり、そしてそれが3つ重なった時には100万分の1のその他ではない稀有な、ね、人になれるっていう話なんですね。希少価値な人になれる、まあこんなことを話している私も実のところはもともとデザイナーだったというね、そういうデザイン学校出てデザイナーだったんですよ。でそこでまあいろいろ企画する、プロデュースするっていうことも覚える、あラジオ番組のパーソナリティっていうのもやってるんですね。それでいて経営者になりコンサルタントになったっていうことで、あれ意外とね100分の1じゃなくて50分の1かける50分の1かける50分の1かける8分の1って掛け算すると100万分の1になるんですよ。ですから3つの専門分野ということだけに限らず4つでも5つでもいいんですが、100分の1でないにしても、ね、何らかの専門分野のものをもっと僕こっちも突き詰めたいんだって言ったらそっち行ってもいいんですよ。それを全部合わせると100分の1ぐらいになると、100万分の1ですよね、1ぐらいになると、それだけ多くの人たちからまあ重宝がられるよと、また必要と思われるよっていうことで、まあ、これがジョブズから学ぶコネクティング・ザ・ドッツシナジーっていう話だったということです。ということでチャンス・トゥ・チャレンジ中島誠二のビジタス7はこれまで。